始まった。ちょっと待って、倍速に一回して。オッケー。緊張するピレベファイ。レベル5、日野です。こんばんは。レベル5は今年2023年10月で25周年を迎えました。おめでとうございます。これも応援してくださったユーザーの皆様のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。早い早い。お、レベル5さん25周年、すげえ、おめでとうございます。一番最初は英国紳士という役をいただきまして、私の中で英国紳士というと、その007のイメージがあったもんですから、日野社長と一緒にこう初めてレイトン教授の声を取った時に、こうずっと私はこうジェームズ・ボンドのキャラクターでこう読んでたんですけど、一向に OK が出なくて、最終的には日野社長から英国紳士は忘れてくださいと言われて、レベル5が作品作りをする上で多くの大切な人とのつながりによって大きな結果を生むことができたのだと思っています。これからもそんな方々に支えていただきながら、今まで以上に楽しいゲーム体験をお届けできるよう頑張っていこうと思います。さて今回の発表ですが、プライマリーウェーブの P、 プライマリーウェーブ、プレリュードの P、 始まりを意味する P をイベントタイトルとしました。いよいよここからレベル5のウェーブが始まるというわけです。よし。そのタイトルの通り、各作品のリリースが順次始まっていきますが、最初にお詫びです。2023年に予定していたタイトルは2024年発売に予定変更することになってしまいました。なるほど。今か今かとタイトルの発売を待っている人にはがっかりさせてしまったかもしれません。本当に申し訳ありません。ですが作品のクオリティに妥協することなく全力でブラッシュアップしていきますので、もう少しだけお待ちいただければと思います。はい。ではそれぞれのタイトルの進捗の報告に移ります。まずはこのタイトルです。あれ、順番が違う。次はこのタイトルです。世界同時に展開を始めます。デカポリ。来た。3番目か。稲妻イレブン。やば、かっこよ。ちょっと泣きそう。うわ。お、土のグランドじゃん。お、ロングシュートってあったね今。すげえ、パス先の選手選べるようになってる。 BGM かっこよ。取った。ドラゴンブラスター見せてくれんの。お、ブロック技。うわ、津波ブースト。
チェイン？あ、チェインじゃない。誰？お、カクマじゃん。うわ、フォーメーションもある。きた。誰だ？喋らない？うわ。稲妻イレブン、英雄たちのビクトリーロード。ベータテストが3月。すげえ、ストーリーモードとかできんじゃん。ちょ、見れん。これは後でゆっくり見よう。2024年3月、全世界同時ベータテスト開始です。オンライン対戦もここから可能になります。すげえ。まずはスイッチによるベータテストを開始し、長いサービスを行っていくにあたってのその準備となる最終調整をしていく流れとなりました。そして意見が投稿できる稲妻ポストを設置し、ユーザーの皆様のご意見を集約させていただき、完璧なチューニングで2024年の発売を目指します。ベータテストでは 1P 対戦、オンライン対戦、ストーリーモードを順次開放しテストを行っていきます。今回は一人プレイの RPG としてだけでなく、プレイヤー同士の対戦や協力プレイによるオンラインの要素を非常に重要視していますので、このようなテスト段階を設けた形でのリリース方法を取らせていただきます。さて、稲妻イレブンの情報ですが、今日はまだこれで終わりではないですよね。今回の稲妻イレブンは皆様のこの作品に対する概念を覆すような戦略性の高いものになっています。どういうこと？そこで多少のネタバレにはなってしまいますが、物語中のイベントを抜き出し、こんなゲームだったのかと皆様に伝えることができたらと思います。はい、こちらをご覧ください。ちょっと PV でな、涙が止まらん。と、豆腐異国感。え、次の試合の準備は進んでる？コハル、ちょうど今フィールド戦術と特訓プランを考えていたとこ。そっか、次の相手はかなり手強いんじゃなかったっけ？なんでいるん？フットボールフロンティア初登場ながら九州最強と名高い東風異国館、九州地区予選での最難関だ。予選最強の敵か。外国人留学生が多く、国際的でとにかくフィジカルが強い。強そう。高校級以上の選手が揃っていて、キック力、走力、スタミナ、パワー、テクニック、全てにおいて南雲原の3倍はある。3倍、なかなかヘビーな相手だね。普
通に考えると突破は厳しい。キャプテン山内東洋は日本人だけど、他の選手はほぼ外国人。その能力差で南雲原が、なんかこのシルエット前の PV にあったやつじゃない？それは東風異国間には戦術がないんだ。戦術がない、それって個人技頼みってこと？うん。なんで春がいるん？すごくて適宜の判断が戦術を超える。故に戦術を必要としない。つまり行動が読めず対策が立てづらい。戦いにくそうだね。でも方法はあると思う。まず正ゴールキーパーマルティノレオーネ。レオーネ。僕の分析ではキーパー技アウターワールドは防御力 DF440。我らが瞬間の攻撃力は AT270。つまり普通にやっていればマルティノから点は取れない。AT とか DF とかって？局地戦の勝敗を決定する数字で、それぞれ AT は総攻撃値、DF は総防御値を意味しているんだ。うん、この数値が高い方が局地戦で勝利する。へえ、そんな正確にわかるんだ。過去の試合の映像を解析して数値化してある。狂いは誤差範囲のはず。運命、なんかすごいな。次に敵のストライカー甲斐吉崎。甲斐吉崎代表シュート技チートブラスターはチートブラスター。四川道先輩の氷結の舞。先輩なんだね。氷結の舞では太刀打ちできないってことだね。うん、今回の戦いは個人技としての必殺技やテクニックを駆使しても勝算はない。東風異国間のフィジカルを南雲原のタクティクスで破るしかないんだ。へえ、なんか面白くなってきた。じゃあ運命の作戦を聞かせてよ。東風異国間を破る攻略法はこれだ。まず甲斐吉崎のチートブラスター。これを防ぐためにかっけえ BGM。 フェンダー3人には林属性甲斐吉崎の半属性である火属性のスキル火の守りを装着させる。これによって DF を 40% 高められる。うん、なるほど。甲斐吉崎が切り込んできたら、さらに必殺タクティクス炎の城壁でゴールエリアの火属性防御力を一時的に2倍にする。その上で2枚の城壁をキーパーに取り込ませれば、キーパー技なんだそのイラスト。前の DF は720を超える。つまり AT680 のチートブラスターを止められるんだ。すごいよ運命、これが戦略なんだね。うん、ほとんどの勝負は試合前の作戦で決まる。そうか。だったら攻撃の方はどうするの？キーパーマルティノレオーネの必殺技アウターワールド DF440、 つまり AT270 の通常の瞬代。かっこいいな。マルティノから点は取れない。瞬代の打ち手である桜崎先輩と篠原先輩にはみんな先輩、連携の奥シュートチェーンを獲得してもらう。さらに2人にラストパスを出す可能性がある中盤の選手3人にはチェインしたシュートパワーを倍増できる必殺技インビジブルリンクを習得する。んじゃそりゃ。それって試合までの残り日数を考えるとチームに大変な特訓を強いることになるんじゃ。勝つためならみんな分かってくれるさ。攻め手としては必ずインビジブルリンクを持った選手からゾーンで篠原先輩にシュートチェインして瞬台を発動。さらに必殺タクティクス絆プロトコルを使ってそのパワーを増幅する。これらのシナジーによって強化された瞬来の AT は580、敵のキーパー技アウターワールドの DF440 を優に超える。おお、これで得点できるね。攻めも守りも対策バッチリじゃない。うん、これが僕の東風異国間攻略作戦だよ。でもさ、向こうがもしだよ、万が一こっちみたいにタクティクスでの強化をやってきたらどうするの？あ、それは。面白そう。うん、消えてるものはないね。さあ、皆さんはこの九州最難関と言われる東風異国間を攻略することができるでしょうか。ストーリーの進行上、
難攻不落の東風異国間を破らなければライモンや帝国学園の帝国全国大会に駒を進めることはできません。運命の作戦通りにプレイするもよし、全く違う方法で攻略するもよしとなっています。ただ試合は現場で起きていますので、運命の作戦通りにことが運ぶかどうかは分かりません。ぜひ皆さん流の方法で勝ち上がっていただきたいと思います。早くやりてー。最新作の稲妻イレブンはおそらく皆さんの想像を超える内容になっています。お楽しみに。次は終わりか。開発ブログないっぽいね。